アルカ23号、はい、天然ベニニエル神の心にかなうこそ人の心のまことなりてされど難しいこの世の中それでもいいそれでもいいさ毎日笑顔で元気に生きていった行けたらなんとかなるなんとかなるさこれ本当はあの前の子は明治天皇陛下が読まれた歌なんですよ。前のもともとある違う俺それに付け加えた目に見えぬ神の心にかなうこそ人の心のまことなるこれ明治天皇陛下が読まれた歌それに俺がこう付け加えてね本物ですそれでもいいよってあるじゃないですか、うんうん、前向きに生きていけるやん、うん、それでねえくよくよせん、ね、それが大事と思うんですよね世の中何とあっても何があろうとたくましくね、うん、そういうことを思って書いたんです警察やら投稿あちこち投稿してあるペンネームアメリカにアルミカンにいつ頃から投稿し始めてるんですかいやもう10年以上前、もうだいぶ慣れ何がきっかけで西成省にも投稿 したし、あの、うん、センターにもね、うん、だいぶ何がきっかけで投稿いや、いやそれがね、はい、俺、明治天皇陛下が読まれた後はね、うん、もうあのこう何十年間ずっと頭の中で唱えたらこう書けるようになった目に見えぬ神の心にかなうこそ人の心のまことなりその次がされど難しいこれ私が書いてこの世の中それでもいいそれでもいいさなんとか前向きに生きていけたらなんとかなるなんとかなるさこれはいいと思うんですよね世に発表してないだけでねたまたまねどんなことが笑顔になりますか、うん要はちょっと人によって違うからな、はい、性格がね、うん、微妙なところと違うかな、うん、アルミカン23号さんはどんなところですかいやもう話でなこれアル中のところもう飯食べれんはがないからあ、うん、でもご飯も食べてはるんですよねいや24時間いや酒飲まってくれや、うん、アルミカン、うん、いや今月まだ生活保護もらってないんだ。あの行ったらもらえると思うけど、ね、誰か勝手に生活保護な入れしもたね。え、誰かがアルミカン23号さんの生活保護を取ったってことですか？違う。何人かパーッと入れよったんだよね。はい、あの時いい加減やったんやろな、うん。いや、まだもらってないから、あの、缶開いて、生計立ててとか。え、なんでもらいに行かないんですか？いや、もうどうでもいいんだ。あそこに小屋あったじゃないですか。あそこに、はい、あれどうなったんですか。いやあの人も生活保護入ったからどうやかなんか溜まってるから あの人も長かったな。へえ。何がきっかけでやっぱりもう高齢になって それもあるやっぱな。じゃあもう仕事しあの人仕事してなかったからやっぱ体も今身体がどっかな。もうすぐに撤去されたんですか。うんいや、もうあの人は生活保護入っとるから、うんうん、バラ解体されてる。